校が4年間取り組んできた研究を発表いたします。本校は酒田市の東部に位置し、農村地帯の中にあり、今年度の生徒数は166名で、長年自主自立を豊かな環境の中で育み、誇れる校風としてきました。来年度からは統合を控えており、東部中として再出発が決定しています。研究を始める前の生徒の実態は次のような状態でした。指名されると何とか答えようと頑張ります。また与えられた課題に対してはおおむね真剣に取り組みます。しかし意欲と活力という面では元気不足、積極的に授業に参加し、より活発な授業づくりの姿勢が欲しいというのが現状でした。そこでそんな生徒を積極的に評価し、成績に反映できるシステムを開発したいと考えました。研究テーマはご覧ください。自律的に学ぶ力とは、サブテーマの自らの学習状況を捉え、進化改善のために努力しようとする力であると考えております。さらに昨年度からは研究の枠組みをこのように描き、開発した評価システムを土台にして3つの柱である評価システム、授業改善、支援システムの改善と充実を図りながら研究を進めてまいりました。評価シートの例です。このシステムはパナソニック財団の助成を受けて開発いたしました。教科担任は単元終了後1週間をめどに評価をコンピューターの評価シートに入力します。項目ごとに入力すると教科の一覧に転送されます。学び直しをして評定が1から2になったときにはここに表記されます。5教科については学期ごとに終了した単元をまとめて暫定の5段階がつきます。学年末に今までの観点を集計した ABC と5段階評定をつけます。これらはすべて職員室の個々の机の上から入力します。教師は自分の机の上からすべての教科の評価を見ることができます。生徒はパスワードを入力し自分の成績を見ることができます。生徒にも教師にも開かれたシステムです。授業では完全単元評価のもと、各教科、各単元ごとに学習案内として学習マップを作成して事前に配布します。まず狙いを明確にします。次に学びの状況を捉えにくい思考判断表現の評価基準を設定して、学びの状況を捉え、伝え、そして広げ、高め合う場面を大切にします。生徒は授業の最後に学習マップを使って授業を振り返り、自己評価を行います。教師は生徒の到達状況を確認します。8割以上の生徒の到達を目指して授業を行います。このように学習コミュニケーションを図り、指導と評価の一体化を目指します。次に、本校のもう一つの大きな特色として、4つの支援システムが挙げられます。まずフェニックスタイムです。通称 FT と呼んでいます。学び直しを中心とした補充の時間です。2つ目はプライベートティーチャー制度です。通称 PT と呼んでいます。部活動のない月曜日や昼休み、放課後など担当と生徒の時間に合わせて行っています。全生徒の約2割の生徒が登録しています。3つ目はブラッシュアップタイムとノートです。通称 BU と呼んでいます。本校手作りの BU ノートを作成し、学期ごとに製本配布し、生徒は毎日書いて朝提出し、担任はコメントを書いて返却をします。4つ目はガイダンスです。相談の結果 FT の学び直しを進めたり、 PT の支援などの助言なども行い、担当、学級担任、教科担任が連携し合う場としても有効なものになっています。BU ノートタイムは、家庭学習を計画するノートや時間として、このような専用の黒板やノートを使用しています。この取り組みを始める前は、自学ノートを長年実施してきました。しかし、
本当の自学力は自分の学習状況を把握し、改善すべきことを確認するとともに、改善のために努力し、自分で学習計画を作って実践できる力と考え、実践して5年目になります、なりました。後ほど実物もご覧ください。4年間の研究の継続により、評価システムは生徒職員に開かれたシステムとなり、支援システムは教科や学級、学年の枠を超えた全校体制でのシステムとなってきました。このようなシステムを通して、次のような点で生徒職員の変容が感じられます。1、評価システムにより自己評価させたり、授業の見取りの結果などを知らせることで、自律的な学びへの意識の高まりが見られました。支援システムが機能して、自分の学習状況を改善努力しようとする生徒が増えました。2、確かな学力を育む授業改善への意識が高まりました。単元指導計画や学習マップの作成を通して、生徒教師とも見通しを持って授業に臨むことができました。授業中に活動場面を仕組み、学習コミュニケーションを通して学びの良さを積極的に見取ろうとする意識が高まりました。教師間にも開かれたシステムにより、教科を超えた学び合いの場や生徒の多面的な理解に役立ちました。そして何よりも心の安定や教師との信頼関係により、全生徒が意欲を失わず、自分の学習の改善に向けた生活が送れていることが一番の成果と言えるかもしれません。生徒のシステムに対するアンケート結果をご覧ください。全項目で A、B が8割を超えており、これらのシステムが生徒にも日常的に定着している様子がうかがえます。最後に課題としては、1、個人差への対応、2、見える学力への反映、3、狙いに照らしたさらにより良いシステムの改善などが挙げられます。これまでいろいろな取り組みをしてきましたが、個人差への対応と学力の反映は、永遠の課題でもあります。しかし5年目を迎え、標準学力テストの結果などから見える学力の向上も見えてきました。このような狙いに照らした一人一人への対応とともに、これらのシステムを長続きさせるためにも、多忙化の改善も含めて今後いかに進めていくかも問われます。まだまだ課題も山積みですが、これからもより良い方向性を模索していきたいと思いますので、忌憚のないご意見やご指導をお願いします。最後に、4年間にわたりご支援をいただきましたパナソニック財団の皆様と、2年間親身になってご指導いただいた後藤先生に心から感謝申し上げます。これで発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。